ここで7番車の竹内、赤番ホームで竹内、前原、岡山勢が一旦4番伊藤を抑えました。さあこのまま竹内前原でかけるのか、内を救っていく1番藤野、あるいは外から3番車西尾康輝、鐘が鳴って3番西尾、8番桜井、近畿勢ですが、3番手で受ける7番竹内、4番手4番の伊藤、そして伊藤と後ろに1番の藤野、藤野が四国勢を分断しています。残り1周回、さあ3番西尾に襲いかかった4番の伊藤隆文、さあしかし3番西尾突っ張る、西尾突っ張った、西尾突っ張った、西尾が伊藤を突っ張り切ってる、先行、しかし1番藤野、自力切りチェンジ、藤野隆明、自力切りチェンジ、見事のまくり、あーぶっちぎった、これは完全優勝だ、早くも焦点2着争い、1番藤野大楽勝、2着は最後外から2番、ナシドです。1番、2番、3着争いどうか。